小岩スカラ座は、かつて存在した、日本の映画館である。1927年6月、東京府南葛飾郡小岩村、大和座市も小岩に、小岩明和館として開館した。1940年前後に、小岩小築館と解消。第二次世界大戦後はいち早く復興し、小岩映画劇場と解消した。1956年には、小岩日活劇場と、 会場、1968年には、小岩スカラ座と開場した。1985年に閉館した。島尾と塩が家族と共に通った、映画館としても知られる。1927年6月、東京府南葛飾郡小岩村、大和座市も小岩に、小岩明和館として開館した。開館の翌年、1928年11月10日には、調整施行して、 小岩町になっている。当時の同館は、1930年に発行された、日本映画事業総乱昭和5年版によれば、経営者は、トネトヨノスケ、工業系統は、薪のプロダクション、及び、日活と、松竹キネマとあり、観客定員数の記載はない。トネトヨノスケは当時、本職議会の議長を務めていた人物である。同館は、小岩駅の南口、 駅前通りの商店街の五つ字を左折した場所にあり、同駅周辺では最初の映画館であった。1932年10月1日、南葛飾郡全域が東京市に編入され、小岩町は江戸川区になった。1940年前後には小岩松竹館と会場、松竹作品の上映館になっており、同時期に工業の営基地に経営権が移っている。 英吉は、1928年1月に、工業を設立した人物で、すでに、平井小畜館、亀戸昭和館及び、亀戸小畜館、五反田劇場、池袋日照映画館を経営しており、この時期までには、江戸川区に、小松川電機館、上東区に、三考館、神奈川県横浜市中区に、中島常設館、千葉県市川市に、市川映画館と、 同館を含めて10館の映画館を経営していた。1942年には第二次世界大戦による戦時統制が敷かれ、日本におけるすべての映画が同年2月1日に設立された社団法人映画配給者の配給になり、すべての映画館が暮れ系、白系の2系統に組み入れられるが、同年発行の映画年間昭和17年版によれば、 同館の系統は記載されていない。当時の同館の支配人は和田又兵衛、観客定員数は440名であった。当時の江戸川区内の映画館は同館を含めて全4館であったが、そのうち3館が英吉の経営によるものであり、後の1館は東方小松川映画劇場であった。1945年3月、強制疎開が行われ、 駅前通りの東側が従来の8メートルから15メートルに拡張されたが、同館に影響はなく、同年3月10日の東京大空襲の被害にも合わなかった。新諸国、物語くれないクジ第3編月の白骨状。第二次世界大戦後、栄吉は空襲で多くの映画館を失ったが、同館は無事であったため、早期に復興している。鳩山一郎の日記によれば、 当時日本自由党総裁であった鳩山は東京一区で立候補した島村一郎の応援演説のため1946年4月9日の朝10時に同館を訪れており翌10日に行われた第22回衆議院議員総選挙で同党は第一党に選ばれている興行は池袋日商映画劇場を同年10月に五反田劇場を1947年7月に ヤワタ映画劇場を1949年12月には復興、開館した。1951年に発行された映画年間1951には、小岩映画劇場と解消した同館の経営者として、同時期にヤワタ映画劇場の支配人を務めていた、前原博正の名が記載されており、支配人として、黒柳聖之助の名が記載されている。 観客定員数は330名と記されているが、工業系統の記載がない。1952年には、駅から道館に向かう、駅前通りに、傘のいらないアーケードが作られている。1954年当時の工業系統は東映、および大映になっており、翌1955年には東映のみになっている。島尾敏夫の死の棘日記によれば、 1954年10月19日に公開された創列神風特攻隊同日に公開された三日月同時代二編天馬空を行く同月13日に公開された伊達騒動母御殿の三本立や同年12月28日に公開された浮かれ狐千本桜と同年12月27日に第一編が公開された新諸国 物語くれない苦弱の日本立上映等を家族と共に同館で鑑賞している記述が登場する。1956年9月までには小岩日活劇場と解消、制作を再開した日活の風切り感に変わっている。同年秋以降の日活は10月24日公開の鑑賞夫人同月31日公開のウェル魂11月7日公開の 愛は、古星の彼方に、同月14日公開の、若いおまわりさん、同日公開の、うばぐるま、12月5日公開の、牛乳やフランキー、同月27日公開の、若の花物語土俵の鬼、同日公開の、人間魚雷出撃ストーを制作、配給している。1968年には、恋はスカラザと解消、洋画の風切り観に変更した。 当初は風切り館としてグリーンベレー等の新作を上映したが早々に洋画の日本立旧作上映館に変わった。1978年からは邦画も洋画も上映する日本立見元立の名画座として機能した。1985年早々には閉館した。同年4月15日には跡地は商店街の駐車場となった。その後、江戸川区によって 南小岩コミュニティ会館が建設され、現在に至る。同館閉館後も、成人映画館として、西小岩に営業を続けた小岩映画、井上久志が迎えに住んだことで知られる南小岩の小岩東映とは異なる。ありがとうございます。